はいどうも、サレドチャンネルです。今日はこれ、ジャズ、友達がね、YouTube で、ネタになるならば、どうぞ使ってくださいと、提供していただきました。ありがとうございます。それでね、うちにあるパーツと、山小屋にあるパーツ、なるべくね、お金かけないで、ワンオフも含めですが、ライトカスタムしていこうかなと思ってます。ちょっとね、回を重ねてやっていこうかなと思ってるので、そこはちょっとずつですが進めていきたいと思います。それではよろしく、どうぞ。そうですね、これでね、ちょっとね、ざっと見回しますと、そんなにびっくりするほどカスタムしてあるわけじゃないですが、エッグタンク使ってあったりとか、ワンオフのシートね、ここはね、潰れちゃってますけど、軽トラで突っ込んだと本人がね、言ってました。あとはフロントが16なんで18に変えたりとか、多分ソロのフロントつくのかな。加工すればつくだろうし、ハンドルはステンレスで作り直し、あとはタンクもちょっとね、サビがひどいんですよね。こっちはダミーです。じゃあダミー。これは交換しちゃいましょう、タンクは。これは何かのバイクで2つにして分割で作り直します。あとはフロント18にしたら、スイングアームあたり伸ばして、っていう感じかな。そんなにびっくりするほどカスタムするような感じではないです。ということで、やってまいりましょう。はい、ちょうどね、エッグタンク、外しました。で、これ SR についてたタンクなんですけど、裏がね、加工されてました。これはね、ちょっとね、外しました。どうなってたんだっけかな、ステーがついてたんですけど、それで取り付けのね、ステーはこれはね、ワンオフで作りました。こんな感じでつくんですが、ちょうど同じぐらいの長さなんで、容易にできるんじゃないかなと思います。はい、仮のせしました。ステーね、溶接してないんでちょっとね、怖いんですけど、ナロな感じでいいんじゃないですかね。ちょっとシートがやぼったい感じはしますが、これは後々作り直すという感じでいきましょう。悪くないですね、これね、リブ付きのセンターリブ。もともとこれハーレーかなんかの格好して付けてあったのかな、よくわかんないですけど、ネットだと高いですね、これね。いいんじゃないですか。次回これで、タンクの取り付けをやっていきたいと思います。できればその間にシートベースね、作っていこうかなと思います。ということで、また次回よろしくお願いします。